本日はお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。ただいまより12月25日両国国技館にて開催されますサイゲームスプレゼンツライズワールドシリーズシュートボクシングキングス2022の対戦カード発表記者会見を行います。本日の記者会見は2部制で行わさせていただきます。そしてこの模様はアベマにてライブ配信を行っております。配信をご覧の皆様もどうぞ最後までお付き合いください。それでは初めにライズシュートボクシングの各代表より挨拶をさせていただきます。まずライズ伊藤隆代表からコメントいただければと思います。お願いいたします。よろしくお願いします。カード発表第3弾、本日は4試合発表します。ライズルール2試合、シュートボクシングルール2試合となります。またですね、おかげさまでですね、先日日曜日13日、チケット発売を行ったんですけども、初動がですね非常に良い動きであります。ありがとうございます。また本日の試合含めて発表を入れて、全試合現在15試合となります。かなりのボリューム感があるような大会になると思います。年末のね立ち技格闘技のにふさわしい大会になるではないかと思っております。はい、ありがとうございます。それでは続きましてシュートボクシング尾形健一代表の方からもコメントをお願いいたします。はい、本日はお忙しい中お祭り集まりいただきましてありがとうございます。本日、伊藤代表からもお話があったように、シュートボクシングルールを2試合、発表させていただきますが、冒頭に海とまた笠原裕樹の対戦相手なんですけれども、本日発表できる予定だったんですが、ちょっと大変申し訳ありません、調整に時間かかっておりまして、本日は、発表ができない流れとなりました。ただ必ずやファンの皆様の期待に応えられるようなカードを発表したいと思っておりますので、引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。それでは早速ですが両国大会のカード発表を行います。こちらのブロックではライズルールのカード発表を行いますので、伊藤代表の方から一つ目のカード発表をお願いいたします。フライ級那須川龍神 VS 康二郎。それでは選手の方に登場していただきます。チームてっぺん那須川龍神選手の登場です。対戦相手の康二郎選手は、広島で、学校のため、今回の会見は欠席となっております。ご了承ください。はい、ではご着席ください。では伊藤代表、次のカードを発表お願いいたします。バンタム級アリーショア VS 山田小矢田。それではアロージムアリーショア選手、そしてシュートボクシング日本バンタム級1位山田小矢田選手の登場です。それではこの決定2カードにつきまして伊藤代表の方からコメントいただきたいと思います。お願いいたします。はい、まず那須川龍神と康二郎ですけども、この康二郎はですね、フライ級2冠王のテクニシャンですね。龍神はですね、初のプロタイトルを持っている選手との試合になります。両者龍神が16歳康二郎17歳と10代の対決ですけども、この近い将来フライ級トップ前線に関わってくるというような試合になると思っております。続いて
アリー・ショア VS 山田小彌太ですけども、このカードはですね、まあ、ライズとシュートボクシングで今若手で勢いのある選手同士のマッチメイクとなっております。ともにね、成績良くて、まあ、アリー・ショアが1敗ですね、11勝のうち1敗1分で、山田の方が8戦8勝5KO ですか。これ非常に勝負論があって、この大会の起爆剤になるんじゃないかと思っております。非常に楽しみなカードだと思っております。ありがとうございます。それでは各選手から、試合への向けての意気込みをいただきたいと思います。まず、本日会見欠席となります、幸次郎選手からコメントをいただいておりますので代読をさせていただきます。オス広島のジムファイターズの幸次郎です。この度は試合を組んでいただき関係者の皆様とても感謝しています。強い那須川選手ですが圧倒的に勝って下馬評を覆してやる所存です。まだ自分はファンが少ないですが応援してくださる方に喜んでいただくことだけは必ず約束しますし、僕の試合を見てファンになってくださる方が増えるのを今から楽しみにしていますというコメントをいただいております。それでは対戦であります那須川龍神選手、コメントをお願いいたします。那須川龍神です。そうですね、まあ、相手は他団体の二冠王で、まあ、すごい強いと思うんですけど、まあ、それでもやっぱ、まあ、二団体のチャンピオンで、まあ、強いと思うんですけど、まあ、正直レベルが、まあ、技術のレベルとか全てのレベルが全然違うと思ってるんで、まあ、ここは圧倒して、まあ、次の踏み台になってもらおうかなと思ってます。ありがとうございます。それでは続いてのカードで、お二人ともコメントいただければと思います。まず山田選手からお願いいたします。こんにちは、シュートボクシング日本スーパーバンタム級1位の山田小彌太です。まず、こういった大舞台に、参戦を決定していただいて、本当に感謝しております。ありがとうございます。まあ、この大舞台にふさわしい熱い試合をお見せできるように頑張りますので、当日は応援よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは続きましてアリー選手お願いいたします。アローズジムのアリーです。そうですね、まだ試合して2週間しか経ってないんですけど、まあこんな早くに試合決まってありがとうございます。嬉しいです。で、まあ山田選手の動画もちらっと見たんですけど、まあ、バチバチになんか熱い試合するなと思ったんで、まあ、今の自分に合ってるかなと思ってるんで、めっちゃおもろい試合になると思います。楽しみにします。ありがとうございます。それではここからは質疑応答に移りたいと思います。ご質問ありましたら、挙手に行って媒体名お名前ご質問お願いいたします。スポーツライターの布施と言いますけども、ご登壇されている3選手に質問です。対戦相手のですね、具体的な印象とですね、自分がどんなふうに勝つかというイメージを教えてください。それでは那須川選手からお願いいたします。そうですね、空手ベースで、まあ、蹴りが上手くてって感じですね。まあ、勝つプランは、まあ、今もたくさん考えていて、何個か自分の勝つプランがあるんで、それを試合で出せたらなって感じです。では続きまして山田選手お願いいたします。そうですね、アリー・ショア選手とヒューガ選手の前回ライズでやられた試合も拝見したんですけど、まあ、それまず基礎がしっかりしていて、で、まあ、それイケメンなんですけど、それに見合わずバッチバチ打ち合うスタイルがすごい印象的ですね。あと以前アベマさんの番組でなんか恋愛番組みたいなのも出演されてたと思うんですけど、自分も何度か普通に見させていただいて、楽しくこう恋愛をしているのを羨ましいなと思って見ておりました。はい、ありがとうございます。ではそれを受けましてアリ選手お願いします。そうですね、印象はまあバチバチに打ち合う選手やなと思ってたんで、楽しみですね。まあ前回の試合は、まあ、復帰戦でちょっと動きも硬かったんで、次の試合は
もっと見せれると思うんで、まあ打ち合っても勝てるし、全然そうですね、とりあえず勝てますね。はい、ありがとうございます。他ご質問ありますでしょうか。はい、お願いいたします。はい、バートレビハーです。アリー選手に質問なんですが、前回の試合、これまでのイメージとちょっと違って、だいぶ蹴りがよりもパンチの比重が上がったかなと思うんですが、そのスタイルに変わった理由ですとか、なんか目指していく今後のスタイルみたいなっていうのはあれば教えてください。そうですね、まあ矢口トレーナーと、まあ、5ヶ月間毎日一緒にやってきて、まあ、パンチの技術を教えてもらったり、まあ、それで技術がめっちゃ上がって、まあ、パンチにも自信がついたというか、まあ、全然蹴りも蹴れるんで、次の試合はいろんな自分を、まあ、見せようかなと思ってます。はい、山田選手に、まあ、相手も、まあ、ライズでこれから上がっていきそうな選手かなと思うんですけど、シュートボクサーとしての意地みたいな部分というのをこの試合でどう見せたいでしょうか。そうですね、今回まあ、ライズルールということで、ライズルールで試合するのは初めてなんですけど、まあ、どのルールでもシュートボクサーが強いってところをお見せできるように、まあ、アリーシャー選手試合バチバチ打ち合ってくるんですけど、自分も打撃でだんだんガンガン打ち合って、でしっかりと強さをお見せすることができたらいいなと思ってます。あと龍神選手に質問ですけど、まあ、最近の試合で何かその、まあ、前回太田大会は判定決着でしたけど、それを踏まえて次の試合っていうのは、どういった準備をしてくるとか、あとまあどういう形でフィニッシュしたいかみたいな、イメージがあれば教えてください。そうですね、まあ、前回はまあ倒すそうで、まあ、倒せなくてって感じで、やっぱ自分的にもすごい倒したかったんですけど、まあ、どのようなフィニッシュ、まあ、蹴りでもパンチでも何でも倒せるように今すごい練習してるんで、まあ、そういう、まあ、自分の今のプランの中ではパンチでフィニッシュをする予定です。はい、あともう一個龍神選手に、お兄さんの天心選手が今アメリカに、行かれてるかと思うんですけど、何か連絡を取られたりとかはしてますか。連絡、いや特に連絡っていうのはないですけど、はい、そうはね、取ってないです。はい、今後何かアドバイスもらうとか年末に向けてとかあります、予定は。まあ、とりあえず、どうなんす、まだ分かんないです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他ございますでしょうか。よろしいですか。大丈夫。はい、ありがとうございます。それでは、以上で質疑応答を終了させていただきます。では最後に、改めてファンの皆様に、各選手からメッセージをいただければと思います。では那須川龍神選手からお願いいたします。そうですね、まあ、はい、12月25日は、まあ、クリスマスってことで、まあ、最高の勝ちをみんなに届けてられたらなと思うので、応援お願いします。ありがとうございます。では続きまして山田選手お願いします。はい、まあ、今回ライズルールで試合するってことで、まあ、ライズファンの皆さんからしたら、まあ、自分のこと全然全く知らない選手だとは思うんですけど、シュートボクシングにはこんなに強い選手がいるんだっていうところをぜひ皆さんに知ってもらいたいので、まあ、まだ自分たちの試合が何試合目になるかはわからないんですけど、まあ、見逃さずぜひ楽しみにしていただけたらいいなと思います。以上です。ありがとうございます。では最後にアリ選手お願いいたします。最高のクリスマスにします。楽しみにしてください。山田君 KO 決着でお願いします。おっす。ありがとうございます。それでは以上でカード発表会見第1部を終了させていただきます。この後は、両国大会カード発表第2部を行います。準備がございますので今しばらくお待ちください。